藤子です。先週ね、やっと引っ越しをしまして、もう私この 1年半とか2年間ぐらいもずっと引っ越したかったのね。なんでかっていうと、私が住んでた場所はウッドランドヒルズっていうカリフォルニア、ロサンゼルスの中でも結構ノースウェストの方になるのかな。ちょっとね離れてるので、いろんなものが遠かったっていうのと、あと部屋自体の間取りとか、天井の高さとかはすごい好きだったんだけど、1階にあった家だったからもう全然さ太陽が入らなくって、でそのアパートメント内にジムとか、あとはプールとかもついてて、その施設っていうか、そのアパート的にはめちゃくちゃ好きだったから、むしろね、その同じアパートメントの違う部屋とかに引っ越そうかなって考えてたぐらい、部屋の作り自体はすごい好きだったの。だけどもうその1階にあったからね、私の部屋がもう全然光が入らなくって、でパンデミックになって家にいることがさすごい増えたから、もうさ太陽が入らないのがすっごいさストレスで、でもう太陽が入る部屋にずっと引っ越したいなって思って、このもう1年半ぐらいもうずっとさ物件探しをしてて、でだけど私のその前の家の契約が9月の末まであって、でそれより前に出るとしたら、なんか違約金とかを支払わなきゃいけない感じだったから、ずっとね9月まで待ってたんだけど、やっと9月も過ぎて、でいいね、ここは新しいお家なんだけど、そうこのお家を見つけて、で先週やっと引っ越しました。で今日は前の家にあったものも結構持ってきたのね、このお家に。で新しく買ったものも結構あるんだけど、その前の家から持ってきたものが、前の家のお家がね、壁の色とかベージュで、床の色は確か茶色とかで、すごいね部屋の中も結構暗い色だったし、ちょっとねニューヨークスタイルみたいな、ロフトスタイルっぽい作りだったから、ブラックとかブラウンの小物っていうか家具をすごい買い揃えてたのね。だけどこの家はすごい明るくなったから、あんまり黒とかが合わなくって、だからその小物たちを買い揃えるものは買い揃えたんだけど、まあ、買い揃えるのほどでもないなっていうものをちょっと今日はリメイクしていきたいなと思って、今日はねここに見えるトラッシュ缶、でっかいゴミ箱を昨日をスプレーペイントを買ってきたから、それスプレーしてちょっとデコったり、あとは、まあ、最近買った小物をなんかバスルームに置く小物なんだけど、それをもうちょっとなんかビーチな感じにしたくって、でなんかちょっと麻紐とか巻いてなんかいろいろ作っていこうかなって思っています。なのでちょっと早速、スプレーペイントは部屋の中でやりたくないので、ルーフトップでちょっとスプレーをやっていこうと思います。全然寝れてないのに、なんかなくなってきた。
やまさかの足りなかった1本スプレー缶1本じゃ足りなかったんだけど、とりあえずこの蓋の部分はしっかり濡れてて、このね土台っていうか何このゴミ箱の本体的なところは濡れなかったんだよね。こっち側がやばい。でもこっち側はもう壁側にしちゃえばいいやと思って、だからまあこんな感じでとりあえずドライにして、あとでちょっといろいろやりたいと思います。でゴミ箱をドライしてる間に、今家にあるねサボテンのベースがめっちゃちっちゃくってぎゅうぎゅうなので、今からサボテンのベースを買いに行きます。あったんだけど、なんかいいサイズのサボテン用のいいサイズのがなくってやめました。家に帰ります。今ねルーフトップから持ってきて全部ね一応ちゃんとドライになってたので、今からこの部分にこの麻紐のロープをつけていこうと思います。たら、完成しました。ちょっと残念なお知らせがちょっとだけ足りなかった。だけどまあまあまあこうやって乗せれば全然いいじゃん。かわいい。はい、で次はこれにまたね麻紐をくっつけていきたいと思います。で今度使うのはこっちの細い普通の麻紐をもう巻きつけていく、ぐる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 巻きつけて、ちょっとビーチっぽいスタイルのデコを作っていこうと思います。なのでまたグルーガンでくっつけていくんだけど、ヒートしてない？あ、Yes。 このさグルーガンすごい便利だけどさ、なんていうの、なんかビヨヨヨヨンって納豆みたいにさなる部分がいつもさ変なところで固まっちゃって嫌なんだよね。部屋の中がで透明だからさ、固まってどっかにくっついててもさ見えなくってさ、まあ、この下もくっつけていこうかな。なんか今回ね引っ越しした時にさ荷物もすごい多かったから、私
もう LA に来てから3回目の引っ越しになるんだけど、今回の引っ越しが。で、今まではあんまり自分で家具持ってなかったの。なんかファニシュトって言って、まあなんかシェアハウスみたいなところにいたりしたから、もともとベッドがあってとか、一番最初は知り合いのところに泊まったから、もちろんベッドあって、だから自分でベッド買ったり、いろんなさテレビとか家具をさ全部揃えたのは前の家が初めてだったの。だからすごいさ、今回の引っ越しは荷物がさとにかく多かったんだよね。だから今までは自分でもう自分の車に乗せて運べたんだけど、今回の引っ越しはさ、でっかいボックストラックをハイヤーして、でな、タスクラビットっていう、日本で言うと何になるんだろう、なんかフリーランスのムービングとか、まあいろんなこと、もう何でも屋さんみたいな感じで自分で値段決めて、いろんなスキル持ってる人をハイヤーできるアプリがあって、でそれでお願いしたのね、タスクラビットで。でさ、2人男の人に手伝ってもらって、で引っ越しなんだよ。で私的にはまあかかっても4時間ぐらいで、距離は全然遠くなくって、前住んでたところからまあ1時間も離れてないの、30分とか、まあ、1時間いかないぐらいのところだったから、まあ移動も含めたり荷物積んでとか、まあ4時間ぐらいかな。あ、こんな感じ。まあこれはこれで置いとこうかな。うん、1個出来上がりでさ、まあ行っても4時間ぐらいかなって思ってたの。でも引っ越してみたらさ、10時間全部でもう11時間かかって、で最初はまあ4時間で、まあ、500ドルぐらいで引っ越しできたらいいなと思ってハイヤーしたの。結果11時間かかって1600ドルかかったのね。だからまあ20万いかないぐらいなんだけど、びっくりして、と思ってさ、で途中でさ雨も降ってきたりしたから、もう最悪と思ってさ珍しいんだよね、 LA は全然雨降らないから、まさかね引っ越す時に雨降ると思ってなかったんだけど、まあ運悪くさ雨が降ってきちまってよ。で今のこのお家の近くがさ全然パーキングできなくって、でちょっと遠いところにパークして、で雨の小雨、まあ小雨ぐらいだったからまだ良かったんだけど、で小雨の中ねずっとさ引っ越ししてたんよ。まあ、とにかく引っ越しってこんな高いんだ、普通に人雇ったらと思ってすごいびっくりしたって話。今からこの子たちをバスルームに持っていきます。バスルームに置いてみました。結構可愛くない？こんな感じで、この葉っぱをここに入れたらめっちゃ可愛いじゃん。はい、ってことで、ゴミ箱とトイレのデコたちを一応朝巻いたりして作り終わって、で私的には結構気に入ってるんで、こんな感じで今日の動画を終わろうと思います。で今ね、新しく届く家具とかを結構待ってて、でそれの組み立てとかもあるので、また動画撮って載せるのでぜひチェックしてみてください。